皆さんこんにちは、ナチュロパスのさやです。私はオーストラリア認定の自然医療療法士ナチュロパスとして、オーストラリアゴールドコーストを拠点に総合医療クリニックとして世界中にお住まいの方々へ、オンライン診療を提供しております。この音声配信では心と体の健康について、一時的な対処療法ではなく根本からどうやって改善できるのか、そんなヒントをお届けしていっております。本日はプレミアム放送となっておりまして、通常放送よりもより一歩深い体と心に関するテーマトークをお届けしております。ぜひこの冒頭を聞かれて興味があるな、続きが聞きたいなと思ってくださった方、プレミアム放送最初の10日間無料のお試し期間となっておりますので、ぜひ遊びにいただけると嬉しいです。早速ですが、今日の、テーマですね、便は個性の塊というテーマで、お話をしたいと思います。もうこのタイトル通りですね、本日は腸内の健康についてのお話になるんですけれども、タイトル通りですね、この回まるまる便、つまりうんちについてのお話となりますので、お食事中の方はご注意くださいませ。というわけで早速始めていきたいと思います。普段ですね、ヨーグルトやさまざまな商品のマーケティングとかでも謳われている、いわゆる腸内細菌とか腸内フローラと言われるものですね、ビフィズス菌とか乳酸菌とか、そういったものですね、多くの方が聞いたことある言葉だと思います。そして一時期また流行っていた酵素とか発芽なんちゃらとかって言ったものですね、これも、消化を助けるとして結構有名だったかと思います。これですね、結局これだけ大々的に日本でマーケティングがされているということは、国民全体的に消化器官だったりお腹の健康に興味を持っている方、ニーズですよね、が多いんだなというふうに捉えることができます。ただね、これだけいろんな商品が開発されて、たくさんの乳酸菌飲料っていうんですかね、が消費されてるじゃないですか、毎日。かなりリピートして買ってる方も多いと思います。ヨーグルトとかもそうですよね。ただ、先日お話ししたように、日本人の多くの方が、内臓系のがんになってしまっているのが事実なんですけれども、これってかなり相反する事実だと思いませんか？こうお腹の健康にこれはおすすめですみたいな感じで歌ってらっしゃる商品を、皆さんがね、お腹の健康のために買って、なんとかこうね、内臓健康に保とうと思っているのに、残念ながらがんで死んでいく、日本人、これ世界でナンバーワンなんですよね。こうがんが原因で死ぬのが第一位な国は世界、日本がナンバーワンというふうに前回お話をしました。あと、内臓系の話でちょっと前回に以前ですね以前に、経皮質炎についてもお話をしたことがありまして、これ結構実はたくさんの方が聞いてくださって本当に嬉しい限りでございます。経皮質炎の回、特に YouTube の方で結構すごく反響があったんですよね。で、個人的にメッセージとかもいただいてて、かなり経皮質炎で並んでらっしゃる方が多いのかなというふうに、受け止めました。で、ちょっと、どれくらいのね頻度で経皮質炎っていうのが起こってしまっているかっていうのを、ご紹介すると、もう本当に日本は残念ながら経皮質炎大国、がん大国であり経皮質炎大国というふうにも、呼んでしまわざるを得ない、事実がありまして、その割合としては、40代に差し掛かる頃ですねに、10人に1人の確率、だいたい 10% の方が、経皮質炎を経験されてしまっているようです。で、これがですね、次50代に上がるとなんと3人に1人、そして、もう少し上の年齢ですね、70代とかになるとなんと2人に1人が経皮質炎を患ってしまう現在のデータがあります。
ただ個人的に思うこととして、実はこの憩室炎っていうのは本当にね、こう痛みを伴ったり出血を伴ったりする症状ありのものもあれば、逆に全く気づかない無症状っていうものも存在するんですね。なんでこの数字っていうのは、個人的に思うには、実はもっとですね、多くの方が憩室炎に実はなっているのじゃないかなというふうに思っています。でね、これ、皆さんよく聞きますよね。全身の健康はお腹の健康からというのをよく聞くと思いますし、これは本当に事実だと私も思っています。やはり、体はつながってますからね。お腹の健康を損なうと、もちろん、内臓系疾患にもなり得ますし、また、脳相関という言葉があるようにですね、お腹の健康の乱れは神経系までも伝って、でやがてこう脳の働きだったり心の健康までにも実は悪影響を及ぼしてしまうんですね。ですので今日のお話はですね、このお腹の健康を大事にしないといけないのは分かってるけど、でもどうしたらいいのっていうところについて、ちょっといろいろシェアをやっていきたいなと思っております。ちなみに最初に言っておきますけれども、今日のお話、別にこう何々をもっと食べろとかですね、サプリや乳酸菌を取れとかですね、そういったお話ではなく、食べ物に気をつけていく以前のもっともっと大事なキーポイントについて今日はシェアをしたいと思っております。よろしければ最後までお付き合いください。本日もお聞きくださりありがとうございました。続きはプレミアム会員登録をして引き続きお楽しみいただけるととっても嬉しいです。登録方法は概要欄からご覧ください。それではまた次回お会いいたしましょう。ナチュラパスのさえでした。